カール・プラウマー。カール・プラウマーは、ドイツの政治家。ナチス・ドイツの時代、バーデンの内務大臣や帝国議会議員などを務めた。親英大将校としての最終階級は、親英大少将,将。1896年、ラウエンベルクにて、学校長の父ハンス・ゲオルグ・プラウマーと、母、リナのもと、6人兄弟の一人として、生を受ける。1九百二年から1九百十年まで、 国民学校及び中等学校に通う。1910年からはタウバー・ビショフスハイム及びエットリンゲンの教員大学に通う。しかし卒業前に1914年の第一次世界大戦勃発を迎え、プラウマーは陸軍に志願。カールスルーエ・チュートンの第109バーデン第1敵団兵連隊に配属された。1914年12月。 第40予備不評連隊に転属して、西部戦線へと派遣された。その後さらに第109予備不評連隊に転属して、昇降教育を受け、1915年8月より、予備役将尉として、第80、フォン・エルスドルフ・フュズイリーア連隊に配属された。1917年8月、陸軍航空隊に転属。悲劇追後に、フランス軍の捕虜となり、 敗戦後の1920年2月2日に解放された。その後、予備役注意の階級で陸軍を退役した。1920年、ヘルタハウクと結婚し、後に3人の子供を設けた。また陸軍退役後は、ベルトハイム及びハイデルベルクに暮らしていた。1920年4月から、バーデント市警察に勤務し、1922年には、警察注意の階級を得ている。 1929年3月、国家社会主義運動への関与の疑いを理由に、警察を解雇される。バーデンの公務員は、国家社会主義ドイツ労働者等への所属が禁じられて、いたにもかかわらず、1928年3月5日に、ハイデルベルクでも様された NSTP の非公開会議に、プラウマーが参加していたという疑いが持ち上がり、当局が調査に乗り出したのである。 取り調べの中で、プラウマーは、現時点では、NSTP 党員ではなく公民権とデフレのための、帝国党の党員であると述べている。その後、ケーラ勤務から外され待機を命じられた。さらに病院で診察を受けるように命じられ、内因性うつ病と診断されたことで退職を余儀なくされた。突撃退入隊は1929年以降とされる。彼は、 SA の常勤隊員として SA 大佐の階級を与えられ、大管区弁士兼管区宣伝担当及び副管区指導者の当職を与えられている。当院番号は186,057だった。1929年10月、バーデン内相アダムレンメレを公然と侮辱した罪で4週間の禁錮と罰金を科された。1932年6月1日、 SA から新衛隊に所属を移す。SS 隊員番号は62,511である。1933年から国家社会主義公共福祉局に勤務し、また1938年からはレーベンスボルーに勤務した。1930年11月から1933年5月までハイデルベルク市議会議員を務め、1933年3月9日からは、 特別措置省なる肩書きで、暫定的に、バーデン州政府、バーグナー内閣に名を連ね、また1933年5月6日から1945年4月までは、バーデン州政府、ケーラー内閣に、内務省として名を連ねた。内務省となったプラウマーは、バーデン州政府、特に警察の強制的同一化を推し進めた。その後、ハインリヒヒムラー SS 長官の、 ドイツ警察長官就任、帝国内務大臣就任を経て、バーデン内務省たるプラウマーの権限は徐々に低下していった。1933年11月の第9選挙期にバーデンの第32選挙区から帝国議会議員に選出され、1945年春まで務めた。1935年に起こったバーデン・バーデン火事の事件として知られる事件はプラウマー。 絵の悪評を高めるものとなった。プラウマーはカジノバーデンバーデンの常連だったが、客の中に無料でチップを受け取っているユダヤ人がいるとして税幹部による強制捜査を行わせたのである。しかしプラウマーの言葉を裏付ける証拠は一切見つからず、捜査も早々に切り上げられている。後の日難地下プロセスの折に、プラウマー自身が述べたところでは、 彼は1935年よりユダヤ人名簿の編集に携わっていたという。この名簿はユダヤ人を強制収容所に送る際に使用された。1940年には州政府がユダヤ人の財産を没収できるように州法の改定を行った。彼がユダヤ人の命を救おうとした事例もいくつか知られている。彼は 国外移住希望者にはパスポートを発行していたし、テレージエンシュタットの収容所に送られようとしていた老婆を自らの権限で保護したこともある。一方で1935年5月には、弁護士、ルートビヒ・マルムをキスラウ強制収容所へ送り、公然の侮辱を行った上で公開処刑を行わせた。マルムは、レンメレ元内省に雇われていた。 弁護士で1929年の裁判でプラウマーに有罪判決をもたらした人物だった。第二次世界大戦勃発後の1940年、プラウマーは空軍予備役少佐としてフランス侵攻に参加した。その後、ストラスブールの行政、警察本部に配属され、アルザス民政局長に就任した。彼はロベルト・バーグナーが提唱する民族政策の支持者ではなかった。 1940年4月、SS 隊員として、新英大将賞に昇進する。1941年3月から1942年3月まで、プラウマーは、グスタフリヒターラと共に、行政顧問として、ルーマニアに派遣された。彼は、ルーマニア政府に、行政上の助言を行うかたわら、反ユダヤ政策の施行なども進めさせた。1941年9月には、 チェルニウツィにゲットを設置させた。行政顧問としての任務が完了した後は再び、ストラスブールの行政、警察本部に勤務。1944年11月からは、バーデン内務省に復帰した。1945年3月、戦線交代の影響で皇帝をカールスルー上から、バーデンバーデンへと移動させている。1945年4月、スイスへ逃れようとしていたところを、 フランス軍によって逮捕された。逮捕後、プラウマーは1948年5月末まで、フランス軍により抑留された。その後は、カールスルーへの刑務所を経て、ルートビヒスブルク先般収容所に送られ、1948年8月12日に、釈放された。釈放後の一時期は、貿易会社に勤務する。1950年1月、日那地下プロセスの一環として、 過去の犯罪行為に対する罰金が課される。1950年代には、特赦を受け、バーデン・バーデン警察での勤務を認められた。1971年死去。プラウマーの兄、カウフマン・ハンス・プラウマーは1949年、ドイツ連邦議会選挙に、カールスルーエ選挙区から出馬して落選している。 A.B. ノルマプレイル、ツビッシェンパルタイ、A.M.T., ウントパーズンディションインテレッセン、カールフラマー、ベデシャイネンミネスター、S539FABCDE フラマー、カールアウフ HTTP コロンスラッシュスラッシュ w w w l e o b w d e ハット a b c d e ホルストフェルディナンド、フラマー、カール、N.S., パリティッカー、ベデシャイネンミネスター、 S266FAB ダイオンスタウルターズリストでアイス S ハット AB ノルマプレイルツビッシェンパルタイ AMT ウントパーズーンリションインテレッセンカールフラマーペデシャーイネンメネスター S556F エイリヒストックホースト五千クフワウェアオーアズイムドリッテンライヒ S322ABC ノルマプレイルツビッシェンパルタイ AMT うんとパーツウンディションインテレッセン、カール・フラマー、ベデシャー・イネン・ミネスター、S559 ・九ホルティシモ、ABC ・エルンストクレイ、ダス・パーシネン・リグシコン・ツームドリッテン・ライヒ、S459F、クリストフ・ディークマン、バベット・クイン・チャット、トティナ・トンスメイヤー、コーペラジオン・ウント・ファーブレション、フォアマン・デア・カラバーション、 イム・オス・ライケン・ヨーロッパ1939-1945ウォルスタイン・バーラグゲッティンゲン2003 ISBN3 から892446903 S96F マーチン・シューマッフ MDB ダイ・ウォックス・バート・ラチュングウィダー・アウフ・ボーン・トワンデル1946-1972アイネ・バイグラファ・イッシュ・ドクメンタチオンドロースト・バーラグ2000 ISBN 978から3から00から020703から 7S936 ありがとうございます。